はい、みなさんどうも、眠りさくらです。はい、ということで今日はですね、どんなお話をしていくかと言いますと、今日はもうさ、10月に入って学校とか幼稚園とかでは体育祭だったり運動会というものが行われる季節になりました。なんか秋にやる学校とその夏前の5月頃に行う学校、それぞれあると思うんですけど、秋に行う運動会だったり体育祭は多分今週末とか来週末とかに行われる学校が多いのかなと思います。で、そこでですね、眠りさくらの今までの学校とか幼稚園でのこう体育祭運動会の参加の仕方についてお話ししていきたいと思います。どちらかというと体を動かすことは大好きで、まあ、ずっと水泳はやってきたのでね、そう、体を動かすことは好きで、今もたまにジムに通ってるんですけど、まあ運動会ってなるとね、まあ、できる競技できない競技とかいろいろと出てきてしまうので、まあ、どんな感じで参加してきたのかを話していきたいと思います。はい、ということで早速やっていきましょう。それでは早速スタート。はい、ということで早速やっていきたいと思います。はい、体育祭の参加の方法ですね。私は、小学校の頃までは学習室って言って、障害の子たち、障害の重い子たちが入るクラスがこう一般のクラスとは別にあるんですけど、私は算数の授業とか、まあ、できなさそうな授業の時はその障害を持った子たちがいるクラスに私は移動して勉強するみたいな形をとってたんですけど、運動会の練習とかもそこのクラスでや私の練習をね見てくれるような形でした。で、徒競走とかはみんなと一緒に小学生の頃は同じ距離を走ってました。まあ確かに、まあ全部ビリなんですけど、でもまあ最後まで走るっていう、こう目標を持って走ってました。敬老席とかがあって、こうおじいちゃんおばあちゃんとか、地域にこう近所に住んでるおじいちゃんおばあちゃんとかが見に来てくれて、でそこで拍手、ゴールする時には拍手してくれたりして、その拍手を聞くとうるうるしちゃうんですよ、私。そう、走りながらね。そう、まあそんなのがあったりとか、組体操も参加してました。で、やっぱね、組体操ねできない種目とかも出てくるので、組体操はその私と同級生の障害を持った子たちと一緒にこう組んでやりました。そうするとその担任の先生とは別でフォローしてくれる先生が私にはついてくれてたんですけど、その先生にちょっと支えてもらいながら参加するっていう形をとってました。そう、あとはオーナー跳びとかもあったんですけど、オーナー跳びとかは私は 回す役、こう縄を回す役をやらせてもらったりとか、あとは騎馬戦は太鼓ですね、なんかこう入場とか言ってさ、トーンとかやるじゃん。そう、あの太鼓をやったりとか。そう、太鼓を叩くなんてさ、なかなかないから、逆にね、貴重な体験したなって思うんですけど、大きなさ、太鼓をさ、ドン入場とか言って、私はそういう役をやってました。そう、で小学生の頃はそんな感じだったんですけど、中学生に入ってからはちょっとね、やっぱり体が大きくなってきて、転ぶと怪我が大きくなって、しかも治りにくくなるので、私は徒競走は短い距離、こうみんなよりもちょっと短い距離を走りました。なんかさ、中学生とかになるともうなんか一周とか言って走るじゃん。それを私は半周とかにしてもらったりとかして、配慮してもらって走りました。やっぱね、参加したいっていう気持ちがどうしてもあって、みんなと一致団結して頑張りたいっていう、そう、だからそういう感じで参加したりとか、あとね、一番ね苦戦したのはムカデ競争みたいなのがあって、ムカデ競争はね、結局あれはどうなったんだろうな、なんか転んだりしてできなくて泣いちゃったりとか、なんかそういうのもあったんだけど、結局ね、
やったかな、覚えてないな。そう、ムカデ競争がねあったんだよ、中2ぐらいに。めっちゃ嫌だった、できなくてできなくて。そう、なんかね、中学校の時はその障害を持ってる子たちのクラスには入ってなかったから、その専属のそのフォローしてくれる先生がいなかったので、自分一人でねこう参加しなきゃいけなくて、そうだからめっちゃねきつかった思い出があります。高校に入ってからはもう徒競走は参加してなかったですね。もう徒競走はもう見学して、あとね、高校の時はダンスがあってすごく楽しかったの。そう、なんかねこうチームごとにこうダンスを競うみたいなのがあって、でダンスをね教わって、こうなんか代表者みたいなのが何人かいて、でその子たちに、その子たちが選んだ曲で踊るっていうのがあったんだけど、めっちゃ楽しかったね。そう、一番記憶残ってるのは高校3年生の時のダンスが一番楽しかった気がします。確かに最後は車椅子で参加した気がする。そう、何踊ったかな、なんかライジングサンは踊ったのを覚えてて、もう最後はなんか洋楽の曲を踊った気がします。そう、ダンスは好きで、踊るこう歌とか音楽とか大好きだから、なんかまあなかなか難しいんですけどね。そうで、みんなにこう助けてもらいながらやったのを覚えてます。そう、結構ねその結構ちょっと難しいけど、周りに手伝ってもらったりしたら、まあ、頑張ったらできるみたいな競技とかはできた時の達成感とかがすごくこう自分に自信がついてこう嬉しいですね。みんなで力を合わせてこう作り上げるみたいな競技が私は好きで、そう結構本当ね、自分一人だったらできなかっただろうなっていう競技が、みんなと力を合わせたらできるっていう喜びがすごく私の中では嬉しくて好きだった思い出があります。逆に徒競走とかなんか一人でやる競技はなんかね寂しくて、寂しいっていうかなんか緊張がすごくて不安で不安でやばかった気がします。はい、皆さんはどんな体育祭の思い出があるでしょうか。そもそもね、体育祭とか運動会とかは好きだったでしょうか。ぜひねコメントで教えてください。さくらの体育祭運動会エピソードはこんな感じかな。なんかやっぱやり遂げる嬉しさっていうのは体育祭でなんか身についたっていうか、実感したかなって思います。そう、なんかこうできないことも一人じゃなくてみんなと一緒に力を合わせてできることもあるんだよっていうのを体育祭を通して学べたかなって思いますね。そう、でもね苦手な方もいらっしゃると思うので、まあこれからの季節ね、運動会体育祭控えてる方いらっしゃると思うんですけど、まああの周りにね相談してこう一人で抱え込まずにねやってってもらえたらいいかなって思います。そう、やっぱね苦手な方は苦手だと思います。そう、私もね嫌な時期はあった、だから無理しないでください。ということで今日はこんな感じで終わりたいと思います。ちょっと良かったなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次のさくらチャンネルでお会いしましょう。せーの、バイバーイ。